はい、皆さん、こんにちは。酒好きな、お礼の、飲酒動画パート1です。もうパート2をね、パート2を上げておきながらパート1ということなんですが、パート1の、動画は一旦削除しまして、新たに、パート1を作成して、いきたいと思います。はい。で、それなぜかというとですね、前回のそのパート1の動画でですね、ロックで飲むだけじゃ、わかりづらいだろう。水割りで飲んだらいいんじゃないのっていう風な要望みたいなのをいただきましてですね、じゃあ、ロックと水割り、一緒に飲んでみたらいいんじゃないかと思いまして、新しくパート1でですね、ロックと、水割り、その2つをですね、同時にっていうか、パートずつで、1つずつで、飲んでいきたいと思います。じゃあ早速ですね、ウィルキンソンのジン、ですね、47.5 度の、ジンをですね、ロックと、水割り、この2つで飲んでいきたいと思います。はい。また紹介しますが、今回飲んでいくジンが、ウィルキンソンの47.5 度の、高い方のジンですね。ウィルキンソンのジンはですね、2種類ありまして、37.5 度だか、37度のジンがありまして、もう一つ、47.5 度という、10%、度数がアップしたジンがあるんですが、それの高い方ですね、を、とりあえず飲んでいきたいと思います。とりあえずね、ロックで、飲んでいきます。はい。2種類、ロックと水割りで飲むので、とりあえず少なめに、20ml、とりあえずロックで飲みたいと思います。なんていうんですかね、軽量の、カクテル用の軽量器ですね。それがですね、こっちの大きい方が 30ml 測れて、こっちの小さい方が、20ml 測れるので、とりあえずこの 20ml の方でロックは飲んでいきたいと思います。水割りも 20ml で飲んでいくんですが、水割りは何対何でやるかというと、1対1でね、1対1の割合で、水とジンを1対1の割合で飲んでいきたいと思います。では、とりあえずロックでいただきましょうか。非常に咳込むレベルですね。さすがに 47.5 度のジンはですね、きついです。はっきり言って。ちょっと飲んだだけでもね、喉にかなり来るんで、つまみをね、用意しました。はい。コーンです。普通のコーンです。コーンがですね、業務用スーパーでね、売ってましたんで。美味しいです。久しぶりに食いました、これ。何ですかね。ファーストフード店とかで、コーンサラダって言って、コーンだけ売ってますけど、まさにあれですね。美味しいです。これをね、つまみにして、飲んでいきたいと思います。
そうですね。まあ、きついのは、まあ、さることながら、柑橘系の味も、結構、まあ、割とね、普通な感じで、普通にしますし、まあ、口当たりとしては、まあ、そうですね。別にきつくもないですけど、飲みやすくもないといった感じでしょうか。ロックで飲んだ時は、まあそんな感じですかね。まあ一般的なジンの、まあ 47.5 度というきつめなジンと。まあ度数はきついんですが、それ以外はまあ、普通に柑橘系の味も、まあ普通にしますし、普通ぐらいの、ジンちゃうんかなこれね。最初に選んだジンとしては、一番いいんじゃないかな。比較対象として、一般的な、まさに一般的な感じのジン。まあ、星、五つ星が最高とすると、やっぱり三つ星ぐらいの普通のジンですね。まあ、度数を除けば、まあ、ロックで飲むんだったら、やっぱり40度ぐらいがベストなんで、ちょっと高いですね。まあ、それ以外はまあ、普通のジンだと思います。そうですね。まあ、これはまあ、甘く、くも、まあ、そこまでそのね、ジン自体に甘みもそこまでないですし、まあでも、まあ、ドライかって言うと、まあ、そうですね。あの、タンカレーとかみたいにドライでもない。といった感じでしょうか。まあ、やっぱり普通のジンじゃないかな。ドライジンでもないけど、まあ普通のジンかなって。甘めのジンでもないっていう感じの。ジンだと思います。はい。では、水割りで飲んでいきたいと思います。水割りで割る、水はですね、まあ大して、まあ何でもいいっちゃ何でもいいんですけど、まあ普通の天然水ですね、イロハス。これ有名な、天然水ですが、これで割っていきたいと思います。まあ1対1ということで、まあとりあえずジンを 20ml。まあ1対1で割りたいんで、ジンとイロハスを、1対1で割っていきたいと思います。ジン 20ml、イロハスを 20ml、加えて飲んでいきたいと思います。このイロハス結構美味しいんですよね。まあ普通の天然水なんですが、あのイロハスのオレンジ味とかってあるんですよね。あれが美味しい、個人的に。まあということで、まあこんな感じで、混ぜて、はい、出来上がりました。まあ、じゃあこんな感じでね、飲んでいきたいと思います。だいぶね、水割りで飲んでるんで、かなり飲みやすくなってます。このジンが47.5度の、ジンだとは思えないほどの飲みやすさです。まあ当たり前ですね。水割りで飲んでるわけですから。
水割りで飲むとかなり飲みやすくなってはいますが、ウィルキンソンのこのジンのね、まあ、美味しさというのは、まあ伝わってきますね。まあ先ほど普通のジンとかって言うてましたけど、まあ、水割りで飲んでも、これはまあ、そうですね、柑橘系の香りも普通にしますし、甘さというと、別に甘さはそんなにないかなっていう感じですかね。甘さはそこまでない。からまあ飲みやすいかって言ったら、結構ドライな感じになってる気はしますね。まあ甘さも普通ぐらいのジンじゃないでしょうか。別に甘くもないし辛くもないっていう、まあ普通に飲みやすいというか、飲みやすいというか、まあ普通の飲みやすさのジンじゃないかなっていうぐらいのジンにはなってますね。まあちょっと甘い、まあちょっと甘いって言っても、まあこれはまあ普通ぐらいでしょうと、まあいうレベルのね、甘さじゃないかなと。思いますよ。コーン美味しい。まあ、まあこれはまあ一般的なね、一般的なジンじゃないかなと。もうジンといえばもうなんていうか五つ星のジン、いや五つ星の最高五つ星だとすると、もうこれは完璧に三つ星ジンだなっていうぐらいのジンじゃないかなと個人的に思います。はい。まあ一般的にジンと言ったらもうウィルキンソンのジンと答えておけば、もうまあ普通ぐらいのジンだなって。このウィルキンソンのジンっていうのはまあ別にかもなく不可もなく一般的な平均的なジンじゃないかなって、思います。ということで、まあこんな感じで結論付けました。はい。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。次のパートも、ご視聴くださるとありがたいです。失礼いたします。